皆さんこんにちは。雨上がるで知られる女優の宮崎美子さん。今日は認知症で激変した現在の姿、元を捨てた原因、隠し子の真相について紹介します。まずは宮崎美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。1958年12月11日生まれで、熊本県熊本市出身。旧芸名は宮崎淑子。大学2年生の時にクイズ番組アップダウンクイズに出場したことがあります。クイズダービーでは1981年10月より女優の永山愛子の後を受け継いで6代目の2枠レギュラー回答者として約2年間出演しました。宮崎美子さんが都内で開催された映画ラストターン福山健治71歳2度目の青春の特別試写会で舞台挨拶を実施しました。このイベントでは26年ぶりに主演を務める岩城浩一さんと共に彼らは映画について語り合いました。作品に関して最近青春を感じた瞬間はありますかと尋ねられた時、もう青春の年齢ではないですよと少し照れながら答えました。しかし毎日何かしら楽しいことを見つけることができればそれはもはや青春そのものだと感じますと笑顔で応じました。さらに人生の重要な変化について質問され、コロナ禍で SNS を活用し始めたことが大きかったですね、 YouTube で自分の声を発信するようになりましたと述べ、その影響でボルダリングなど以前から挑戦してみたかった活動にも手を出すようになりましたと誇らしげに語りました。そしてこれからも新しいことにチャレンジし続けたいという気持ちが強まっています。小さいことかもしれませんが自分にとっては大きな前進であり考え方が変わった転機でしたと振り返りながら話しました。本作は熊麻呂氏が監督及び脚本を務め、現代の人生100年時代を背景にしています。この時代人々は定年退職後や子育てが終わった後の人生が昔よりもずっと長くなっています。映画の主人公71歳の福山健治、岩城演じるは認知症を患った愛妻家よ宮崎美子を看取った後人生の終わりを意識し始めます。しかし彼は新たな挑戦を始め多くの人々と交流することで自分の第二の青春を謳歌します。健治が通う水泳教室では講師の岸本香里、高月沙羅と出会い、健治の社交的な友人橋本弁、田山良生は彼を様々な活動に引っ張っていきます。この物語には他にも淵上泰史、西尾真理、三浦正樹、漢字屋志堀などが参加しています。健治の妻佳代役を演じた宮崎美子は、夫がこんなに明るく楽しい人なのでもっと長く一緒にいたかったと語りつつ、しかし彼女は健治を残して先に行ってしまうので心配もあると述べています。さらにこの物語は明るく前向きなので観客の皆さんも気持ちよく帰宅できるでしょうとコメントしています。これは希望に満ちた物語であり見る人々に新たな視点を提供します。宮崎美子さんは以前結婚しており、その夫はテレビ番組の制作を行う会社イーストエンタテインメントで働いていた上川信弘さんです。上川さんは1979年に同社に入社し、ドラマやバラエティ番組、CM など様々な有名な作品のプロデュースを担当し、その腕前から非常に評価されていたプロデューサーでした。上川信弘さんは2005年にイーストエンタテインメントを退職し、その後はフリーランスとしてマルチクリエイターとしてのキャリアを築いています。宮崎美子さんと上川信弘さんが出会ったのは1981年3月のことでした。当時宮崎美子さんが出演していた学園ドラマ2年 B 組千八先生のアシスタントディレクターをしていたのが上川信弘さんでした。ただ1981年3月に交際がスタートしたというわけではなく、初めのうちは友達として美術館に行ったり食事をしたりしていたそうです。当時の共演者やスタッフを前にして2年 B 組千八先生の打ち上げパーティーの席上で上川信弘さんがギターを弾き、宮崎美子さんが自身の持ち歌を披露するなど、ただの友達とは思えないような親密ぶりを披露していたそうです。ですがドラマが終了してからは会うことはもちろん
連絡を取り合うこともなくなったそうです。そんな宮崎美子さんと上川信弘さんが思いがけない再会を果たしたのは1985年10月16日のことでした。阪神タイガースが優勝を決めた神宮球場で、熱狂的な阪神ファンである宮崎美子さんが事務所の社長と一緒に阪神タイガースの熱戦ぶりを観戦していた際に、宮崎美子さんの2、3列先に上川信弘さんが座って観戦していたのです。この思いがけない再会をきっかけにして連絡を取り合うようになった宮崎美子さんと上川信弘さんでしたが、お互いに多忙な日々を過ごすうちに徐々に連絡の頻度が落ちていき、いつの間にか連絡が途絶えてしまいました。しかしその3年後の1988年夏に、今度はスキューバダイビングスクールで2人が偶然の再会を果たします。偶然の再会が2度も続いたことで、宮崎美子さんの心の中にあった上川信弘さんに対する好意が恋愛感情に変化していきました。一方の上川信弘さんも同じ感情を抱いていたのか、これまでとは打って変わって宮崎美子さんに対する猛アプローチを仕掛けていきました。当時の上川信弘さんはワクワク動物ランドの制作スタッフとして海外ロケに随行していたため、1年の3分の2は海外にいるという生活が続いていました。会いたくても会えないもどかしさを感じつつも、1988年12月に重大な決断を下しました。上川信弘さんがインドへ番組ロケに行った際に、宮崎美子さんの誕生石であるトルコ石を買って帰り、プレゼントしたのです。誕生石を渡す際に上川信弘さんが宮崎美子さんにかけた言葉はなんと無言、後にも先にも結婚しようというプロポーズの言葉はなかったそうですが、その後宮崎美子さん、上川信弘さんの両親を含めた両家の親族が集う食事会が1989年8月31日に都内のホテルで開催され、翌9月1日にめでたく入籍することとなりました。入籍当時の宮崎美子さんの年齢は30歳、上川信弘さんの年齢も30歳でした。入籍後は東京都内ではなく神奈川県逗子市に新居を構えて、夫婦2人の生活をスタートさせました。婚約指輪や結婚指輪といったものは一切なく、自然が大好きな2人の共通の趣味とするために北海道シャボシ町に8000円で原野を買いました。宮崎美子さんは上川信弘さんについて以下のように語っていました。真っ白い歯で何でも美味しそうに食べてくれるんです。それにいつも機嫌が良くて、自然をとっても愛していて、いろんなことをよく考える人です。それから何でもできる人なんで、一緒にいてとても便利です、一緒にいてとても便利ですとまで語っていた宮崎美子さんでしたが、結婚生活は長くは続かず、結婚してから1年4ヶ月後の1992年1月に離婚してしましました。先ほどもお伝えした通り、宮崎美子さんは上川信弘さんと結婚した後1年4ヶ月でスピード離婚していますので、子供はいません。インターネット上では宮崎美子娘というキーワードが出てくるのですが、こちらは完全なデマで、宮崎美子さんではなく宮崎カレンさんと勘違いしたインターネットユーザーが多数いたようです。宮崎美子さんと宮崎カレンさんは血縁関係でも何でもなく、仕事での共演もありません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。